あ、はい、こんにちは。こんにちは。どうも、すいません。あの、お忙しい中、すいません。兵庫県議、県議会議員の、はい、真野真紀さんですね。はい、はい、はい、どうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、まあね、今、結構、真野さん、あの、矢面に立ってるというかね、はい、あの、要するに、斎藤元彦さんを追及する側の、まあ、先方というような感じで、あのね、ご活躍されてて、うん、もう私も応援してて、ほんで僕とは以前ね、ちょっと PFAS の件で、はい、あ、はい、そうですね、あの、はい、お話をね、はい、お伺いすることがあったというのは、あれ NHK、 はい、あれはそうね、何でしたっけ、だから NHK の番組の、はいはい、クローズアップ現代、ね、そうそう、クローズアップ現代のその PFAS の、あの話の中で、はい、マロクさんが、出演してらして、はい、でね、兵庫県、まあ、特に明石 の、ね、あの問題を、はい、指摘されてたと。PFAS のその汚染源ですね、汚染源を、はい、あの、まあ、調べてきたということですね。で、まあ、PFAS に関してはちょっと私もあの問題意識があるというか、はい、そういう感じがあって、であのお話をお伺いすることができて、はい、それ以来の縁でね、ちょっと勉強会にも私あの1回、はい、あの行かせていただいたりとか、はい、はい、という形で。あの時ちょっとちょうどね、緑の党の、あ、はい、あの集会もされてて、あ、はい、こういう雰囲気でやっておられるんだな、はい、みたいなね、感じであの拝見しました。はい、はい、で、まあちょっとね、自己紹介しますと、はい、私自身もね、まあ自称アナキストということで、はい、で、私自身も、性の拡充党っていう、はい、あの政治団体を、はい、一応あの兵庫県の、選挙管理委員会に届けて、はい、はい、あのさせていただいております。はい、はい、まあ、そんな中でね、まあ、アナーキストとしての、視点でね、ちょっといろんな、はい、あの話を YouTube でもさせていただいたりしてるんです。それ一つだけいいんですか、はい、拡充党っていうのはどういう、性の、ね、拡充党っていうのは、あの大杉栄っていう、はい、アナリストが、はいはいはい、それが、性の拡充っていう、はい、文章があるんですよね。はい、で、まあ、それは、まあ、あの、いろいろ書いてあるんですけど、あ、はい、まあ、言えば、その、性の拡充を求めていくんだと。それが、その、アナキストとしての本懐というか、まあ、あ、はい、その、アナキストの活動っていうのは、性の拡充を、こう、あの、求めていくことなんじゃないか、みたいなね、話が書いてあって、まあ、そうだなということで、共感して、あの、そうなんです。いや、すいません。まあまあ、あの、冗談みたいなものと思っていただいていいんですけど。はい。で、まあ、半ば冗談、半ば真剣というような、まあ、スタンスですね。はい、もう正直言って。はい。まあ、そんな中で、今回、あの、斎藤元彦さんの知事とね、はいはい、話がいろいろあって、で、私としてはね、やっぱり、あの、ちょっと私の話ばっかりになりますけど、はいはい、まあ、やっぱり、あの、文章、告発文で、はい、指摘された内容含めね、はい、あの、免許更新の不正の問題とかね、はい、もう含めて、やっぱりその、パーソナリティとして、はい、ちょっと問題があるんじゃないかというふうにも思ってますし、やっぱり、あの、それについて、その、内部、その、告発文章の内部通報としての取り扱いに問題があったんじゃないか、というふうな形でも問題があると思ってるし、あと、今回の選挙での、まあ、公選法違反のね、あの、疑いがあるんじゃないかとか、あと、あの、立花隆さんが、選挙に介入してきて、まあ、ちょっと変なことがいろいろ起こったなと。これはね、その、僕の感想ですけど、はい、トランプさんが当選したことよりも、ちょっと不思議なことというか、うん、あの、まあ、その選挙ということにおいて、かなり変なことが起こってしまったなという感想があります。はい、まあ、でもその3点ね、パーソナリティ、内部通報の取り扱い、はいはい、選挙に関する問題のこの3点において、やっぱりちょっとね、資質というか、資格的に不適格なんじゃないかなと、はい、あの、心中思ってます。はい、まあ、選挙には語れましたけれどもね。はい。はい、まあ、そんな中で、ちょっと、あの、改めてね、はい、お話をお伺いしたいなと、はい、思ったわけです。はい。まあ、ほんで、ちょっとね、具体的な話に入っていくんですけども、はい、これはね、マロウさんも、ご指摘されてたと思うんですけど、はい、やっぱりね、あの、不信任決議の時期ですよね。あれはなんであんなに急いだというか、はいはい、
まあ、あれですね、はい、全体の流れでいうと、はい、まあ、百条委員会でいろいろ事実確認していきました、で、広域通報者保護法の問題も専門家2人に来てもらって、2人ともにあの今の兵庫県は、まあ、違反状態だという指摘がされて、でパワハラについても、まあ、文書に書いてあるような20メートル、ね、歩かされて叱責されたとかっていうことが、あの周辺の人たちもそうだし当事者からも話が聞けて、概ね、まあ、それは事実だっただろう、その他にもあの同じように書かれていることで、まあ、パワハラと考えられるものがいくつも見えてきた、で贈答品も、まあ、いろんなものを、まあ、もらって帰ってたというようなことが、まあ、あって、まあ、文章としてはあの全部じゃないですけど、一部あの、まあ、これはあ、まあ、事実があって、でやはり、まあ、最初のその告発は記者探索から、まあ、問題があったんじゃないかなという、まあ、全体の、まあ、共有が図られたということが一点、でそれとあとはあれですね、その、まあ、世論の高まりっていうのはね、非常に大きかったですね。だからその僕らもどちらかというと僕慎重な立場だったんですよ。そうですよね、ただやっぱり会う人会う人もう早やめさせろみたいなことで、まあ、声をかけてくる中で、あの僕もだ防戦一方みたいな感じでもあったんですけど、やっぱり議会の方が あれですね、全体として、まあ、早くもうやそろそろまあやめさせなあかんのちゃうかみたいな空気感が出てきて、で、まあ、会派間調整にどんどん入っていくわけですね。どうしようかというところの、まあ、話の中で、まずはその、まあ、辞職申し入れをしようと、はい、各会派、まあ、全議員でということで辞職申し入れをしようということで、その会派間の調整が進んでいって、でその時にあの多分おおむね確認ができてたんだと思うんですけど、維新が飛び出しちゃうんですね。最初にちょっと何日前だったかわから覚えてないです、1週間前だったのか数日前だったのか覚えてないですけど、維新がだからその党と一緒にもう先にだからあの斉藤さんの辞職申し出を出しちゃったんですね、抜け駆けして。そうなんですか、であのそれはだからそれまでそのなんでしょう、斉藤さんのその文書問題のまあ解明にあの、まあまあ、どちらかというか、まあ、消極的な立場を取ってました。そうでしたよね。個人情報を引き出そうとかみたいな話をしてはった人たちが急にあの、まあ、自分たちも立場が悪くなったので、そのあのこの県の兵庫県の問題が影響したのか、どれだけ影響したのかわからないけれども、首長選挙で次々と負け始めたんですね。でそのタイミングでだから維新もちょっと風向きが悪いなということで、あのちょっと自分たちがやっぱり前へ出たいということで、まあ、辞職申し入れをした。でそのだから何日か後にだからそれ以外の、まあ、全員であの辞職申し入れをしました。まずは辞職申し入れをして、であの、まあ、ご本人がまああのまあ、辞職自らされないであれば、まあ、不信任を出しますよっていうことを、まあ、突きつけたわけですけど、で、まあ、ただ、まあ、この後もちょうど議会が始まって、補正予算が通った後の本会議があったんですけど、まあ、このタイミングで、あの、まあ、まただからみんなで、あの、出しましょうという話で、あの、おおむね合意はされてたんですけど、で僕もちょっとこの辺の動きがもうバタバタ決まっててですね、まあ、政権から無所属ですから、その中には入ってないんですよ。でただちらほらと漏れ伝え、まあ、聞くんで、ただあれですね、やっぱり X でも投稿しましたけど、もう最後までやろうよって百条、僕の立場は百条やりきって、まあ、きちんとだから真相が解明できた時点で、不信任がいいっていうことで、百条は奇跡的にできたんで、ある意味、まあ、いろんな状況の中で奇跡的にできたんで、あの一旦もし不信任出して斉藤さんが議会解散という選択をして、
もしだからその後選挙でみんな戻ってきたとしても百条ができるかどうかよく分かんないと、はいはい、で県民局長の思いはやっぱり百条やり通してくれっていうのが彼の思いでしたから、もう最後までやろうよということで、いろいろ言ってたんですけど、なかなかやはり難しくて、でせめて中間報告出そうよっていう、あのせめて中間報告ですよね、ツイッター、はい、僕も拝見して、でそれはあの県民への説明責任ですよ。で少なくともさっき言ったような広域通報者保護法が違反状態だという、専門家の意見があって、パワハラだとか あるいは贈答品をもらってただとかという事実関係がいて、確認ができて明文化されて、でこういうことだから不信任出すんだということで手続きを踏んでれば、あの今回のようなことにはなってないんだと思うんですけど、ただそれも、そういうことはあの、何かにも声はかけましたけど、賛同はしてくれるんですよ、賛同はしてくれるんですけど、返ってくる答えは、また維新が抜け駆けするんじゃないかと。ちょっとだからで不信任が出されると、それはだからもう反対できへんと、他の人たちも。なるほど、あの選挙ですね。本当、なるほど、でそれはだから否決するだとかっていう立場にはならないんで、でそれだったらもうすぐにでも自分たちで出すということで早まったんですね、本当はだからこれまだ議会の途中ですから最終日にしてその間に中間報告作ってもよかったんですけど、でその手続きもならずでもうバタバタと動いていって、で不信任決議が出されたと。で僕も不本意ではあったんですけど、ただやはりこの間のずっといろんな動きの中で百条を作るのもそうです、いろんな超党派でみんなで頑張って作って、僕なんかもともとこんなとこ入れるわけないんですね、無所属は一人が、一人会派ってことですか。そうですね、でそれぞれの会派がまた頑張って枠を用意してくれて入れてくれてというようなこともあったし、やっぱりみんなでまとまることが大事だということで、最後はその一緒ですね、名前を連ねて、賛成したという立場ですね。で、ここは今思うと、一人でも反対したらよかったなとは思ってはいるんですけど、そこはちょっとまだ今もちょっと反省点ではあるんですけど、ただやはりその不信任を急いだことで、できちんとした報告を整理をしなかったことが一つの要因として、それこそ百条がデタラメだとか、県職員アンケートは捏造ができるだとか、パワハラはなかったとかっていう現地がどんどん飛んで、で百条のその何でしょう、信頼性がぐんと貶められて、で一方でその立花さんは県民局長の事実かどうかもわからない個人情報をバンバン流して県民局長の信頼性を落として、で結果としてだから斎藤さんが有利な形にということで全体の絵柄が動いていったというふうに思います。そうですね、だ選挙の結果は選挙の結果としてあるんですけど、やっぱり僕が見てても、例えば百条委員会とその不信任決議がこうちょっと分離してしまうというか、本当だったらその百条委員会の意思を受け継いで、不信任決議っていうのがあればいいんですけど、その百条委員会が、もう今後も続くと、変な話、今後も続いて、その一方で先に不信任決議が出て、ちょっとこのなんか2つがこう乖離してしまったっていう印象は、あって、で、これもタイミングの妙ですけれども、その間にね、結局衆院選が入ってしまって、入ってしまって、ほんでその後さあやるぞっていう感じになってしまって、その間っていうのも変な話、斉藤さんには有利に働いたというね。一点だけ戻っていいですか、ここかなり誤解している人がいると思うんですけど、百条委員会が不信任決議の提案者でも何でもないですね。そうなんですよね、そうなんですよ。ここね、かなり多くの人が実は勘違いしてて、これはだから百条は百条で、意思はありますけども、それはだから調査を貫徹するという意思がそもそもある。で議会全体が議会として不信任決議を別途横から出した、もちろん百条の人たちも賛成してでしょうけどね、ということでちょっと手続きだけちょっと誤解している方が多いんで、そうですよね、僕もそう思うんですよ。だから百条委員会っていうのは
そのメンツはね、はいはい、あの議員からなってると思うんですけど、はいはい、まあ、別の委員会というか、別の意思決定というか、まあ、調査機関ですよね、はいはい、正直言って。全体がずれちゃっていいですか、少しだけ。はい、いいです、まあ、戻してもらいたいですけど、はい、だから百条委員会の委員が常に悪者にされてるんですけど、だから、あの、はい、僕が見てって、それはまあ自分のことも含まれてしまうんであれですけど、はい、あの、それぞれでも、あの、まあ、ちょっと言葉がきつかった部分もありますけど、熱心にやってて、皆さん、あの、真剣になんとかその解明したいということで動いてた、あの、議会の中でも論客だし、真面目な人たちですよ。あの全体として、ええ、ただその人たちがやはりその、まあ、前面に立ったことで、あの、まあ、今回の、まあ、そういう意味ではあのいろんな人たちの、まあ、選挙戦略っていうこともあったんでしょうけど、その百条委員会の委員が、あの常に悪者にされて、はい、今も叩き続けられてるってことがですね、ちょっと、はい、まあ、ここは非常に、まあ、残念だなというかですね。残念というか、まあ、筋違いというか、うん、その百条委員会というのは、各派一応入った、はいはい、まあ、みんなで話し合おうよっていう、はい、ね、その機会、はい、その、はい、その委員会を、そう、そうなんですよ。そうだからそれで百条委員会が悪いっていう、その百条委員会になんかこう一つの意思があるわけでもなくて、はいはいはい、みんなで話し合おうよっていうことでね、でやってるのに、その百条委員会が悪いっていうのはもう全然話が違うでしょっていうことなんですけど、それがなかなか理解されないっていうのが、これね、まあ残念なことというか、百条委員会の人たちがその斎藤さんを貶めてそうそうそう、で新しい知事を誕生させようだとか、厳しくつ、まあ、もちろん追及する部分はあったと思うんですけど、なんか全部なんかあの外れた話でですね、まあ、もうそんな話が多すぎて戸惑ってるというか、ね、まあ、もちろんね、その丸尾さんが、まあ、政治家としてね、はい、まあ、お立場があって、はい、それはある程度その、まあ、権力闘争というか、はい、そういう中でね、その丸尾さん何の、ね、姿勢で、あの、意見を述べるっていうのは、はいはい、これは当然なことなんですよ、はい、ですからそれがそのある意味その斎藤さんとね、ぶつかり合うっていうのは、はい、もうこれは、まあ、はい、正直当たり前のことであって、はいはい、あの、それをね、貶めようとするとか、はい、そういうことじゃないですよね。まあ、やらしい話ですけど、やっぱり斎藤さんにこう隙があれば、はい、そこをまあ追求して、はい、状況を変えていこうっていう。そう、より良い県政を作っていくためにというミッションのもとで、それをもし、ね、やってますし、で、それともう一つだけあれですね。はい、だから、最初から、それこそ百条ができるずっと前から、県民局長の文書が出てから、その、まあ、斎藤政権をなんとか、あの、転覆させようというような話も出てきたりするんですが、これも全くも、あの、なんでしょう、夢物語というか、そうですね、なんか、わけのわからない話で、僕自身も県職員案件と、あの、単独で取りましたけど、でも誰の意思、誰からも指示も受けてないし、もう自分の判断で真相解明する一つの手立てとしては、まあ、これかなと思ってやり始めたんですけど、その後も、まあ、そういう意味ではいろんな意思が、あの、ぐる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 、あの、ね、絡まりながら、あの、でも大きな何か最初から斎藤さんを知って、ね、指定させようだとか、そんなことは全くなくてですね、その状況状況で動いていく中で、やはりまあ全体としてまあ十分な説明責任が果たされてないだとか、道義的責任がわからないだとかっていう、あるいは世論の高まりでということでまあ動いていったんで、その流れとしては、あの、まあ結果としてこうなってきたっていうことは間違いない。あとはまあ不信任のタイミングっていうのはまたも、ね、ありますけど、はい。はい、まあ、そのタイミングがやっぱりちょっと、早かった、そうですね、やっぱりね、そこはそう思います。で、まあ、結果的にはその、まあ、繰り返しになりますけど、衆議院選が入ってしまって、はいはい、まあ、それがね、こう、いろんなこと重なって、まあ、はい、まあ、斎藤さんが当選するに至るという、あの、まあ、まあ、これもね、一つ、まあ、面白いっちゃ面白いですけど、まあ、ちょっとね、あの、やっぱり百条委員会、最後までというか、はい、ある程度、こう、筋が通る形で、やった後での不信任決議っていうのがやっぱり順番だったのかなという、はい、感じはしてます。はい。はい。これでですね、まあ、あと、ちょっと、何個かあるんですけど、やっぱりあれですね、ちょっと文書というか、あの、県民局長さんのパソコンの中身がね、はい、漏れ出てると。はい、あの、いう感じは僕もします、はい、もう気にしないようにはしてるんですけど、はい、でも、まあ、そもそも言えば、その県民局長さんのパーソナリティっていうのは、はい、まあ、
全く問題にされるべきではなくて、はい、その漏れあのその告発文書のみが、はいはい、そのまあ、審議されるべきだと思うんですよね、はい、でまああれをねその漏らした人っていうのは容疑者っていうのは正直言って大体誰か分かってるというか、うん、まあまあ、少なくとも漏れたっていうのはこれは刑事罰の対象とかにはならないですかね、うん、あれですねちょっと、はい、まあ、県の内部でいうとその守秘義務違反だとかということですね、だから、まあ、刑法として処罰される、べき対象になると思います、ね、と、まあ、個人情報保護法違反法ということで、でまあ、それがだから罪がどこまで問えるのかというのはちょっとよくわからないですけど、ええ、少なくとも一時情報を漏らした人については当然その対象になるだろうなとは思います、ね、ですよね、はい、で、まあ、まあこれはねちょっと何も確証がないままで言うのもあれなんですけど、はい、例えばねその副知事だった片山さんっていうのは、はい、その公益通報委員だったわけですよね、はいはい、当時、はい、でもしですよそこからそれはまあ立花がポロッと言ったりしてるんですけど、はい、片山さんから漏れてたとしたら、うん、これはもうすごい重大なことだと、はいはい、まあ、思うんです、はいはい、その公益通報委員である人間が漏らしたということであればね、まあ非常にこれは罪が重いと、はい、でまあご本人はね亡くなられてたりもするということで、これは大変なことだなと思うんで、まあ、まあ市民からの要望としては、もうこれとことんまで言ってほしいなと、追及してね、少なくとも告発というかね、うん、そういうところまではされてほしいなという気持ちがあるんです。はい、そうね、ちょっと微妙なとこで、特別職がね、なんかその守秘義務違反の対象外になるというふうに言われてて、まあ、ただいや僕もだからその、まあ、百条委員会だとか、あるいは記者クラブで喋ったことだとかもあるようで、それが細かな内容までは分かってはないんですけど、ただそのそれこそ職務上で知り得た、情報漏洩だったら、これはこれで何らかのやっぱり責任は、負うべきだと思いますので、そこはしっかり確認していかないといけないと思うんですが、ただ守秘義務違反ということでの扱いがちょっと微妙だということはちょっと内部でもやり取りしててですね、はい、まあ、ただ実際に、まあ、これから第三者委員会での、まあ、調査もするということで言ってるんで、うん、今頃かというふうには思うんですけどね、そこはしっかりと、まあ、チェックしていくということで、はい、対応したいなと思います。はい、わ、はい、かりました。これであと、まあ、実際のねこれ選挙戦の話に入っていくんですけれども、はい、まあ、稲村さんがね、はい、まあ、戦うべき相手がなんかちょっと何と戦ってたのか、はい、分かりなかったんですみたいな、ね、最後ちょっとそういう感じになってて、はい、まあ、ちょっと、はい、僕は見てもねお気の毒だなと思ったんですけど、うん、まあ、やっぱり僕が思うにですね、はいはい、やっぱりね立花隆と、うん、やっぱしっかり戦うべきだったのかなと、うんうん、まあ、それはまあ、今思えばですよ、はい、もちろんその知事候補として立候補されるわけですけれども、うん、まあ、社会全体のことを考えれば知事になることよりも、うん、立花としっかり対峙することの方が大事だったのかもしれないなという、うん、感じも、はい、ちょっとしています。はい、なんかまあそこがねちょっとこう上手い具合にやられたというか、うん、いいようにやられたというかね、はいはい、立花さん自身はね、まあ、非常にそういう才能がある人というか、うん、僕も、そういう面ではね、尊敬する部分もあるんですけど、はいはいはい、やっぱりそのやり方があまりにもダーティーというか、うん、まあ、今回なんかもうね、はっきり言って選挙、どうですか、選挙制度に対する、まあ、挑戦みたいな、うん、不遜な態度だと思うんですよね、はい、ですからそこに対してやっぱしっかり対処すると、うん、そうですね、いうのがやっぱり大事だったのかなっていう、うん、はいはい、うん、いいんですかね、はい、僕の方の意見で言うと、まあもうなその今回も、ね、さっき言ったようにもう黒幕にされちゃってるんでなかなかもう表舞台には出ていけない状態ではあったんですよね。まあ、立場としては稲村さんを応援してましたけど、で、僕自身はだから稲村さんにその、はい、何でしょう、立候補要請なんて全くしてませんから。あ、そうなんですか。そうなんですよ。だから僕
ええ、違うんですよ。皆さんまたそう思ってるからややこしくなるんですけどね。まあもちろん尼崎で一緒に活動はね、ええ、してた時期はありますから、つながりもありましたけど、多分だから応援音声はその市長の人たちだとか、あの他のまあ生徒会派の人たちからの要請を言って、僕はだから間では一切関わってなくて、あ、稲村さんなんだって言って後から知ったんですね。だからそこも含めて、だからなんか、あのレールを敷いた人に、最初からレールを敷いた人になってるんですけど、それも実は誤解なんですよ。で、選挙戦、まあ、ただ情報はいろいろと漏れ伝え聞くんでですね、で選挙戦でもまあ見てたら、あの、まあ、最初からやはりネット上でのそのデマ、あの、1000億円かけて県庁を再建するだとか、あるいは在日外国人の参政権の問題も、それ、まあ、あの国の事項ですからね、公選法改正の話ですから、知事があの一人でできるわけがない話を、まあ、どんどんあのいろんなところで、まあ、叩いてきて、まあ、それに防戦で追われるわけですけど、あの稲村陣営は2人ほどだったんですかね、学生さんか何かで、その、まあ、SNS 対策をしててということで、全くだからこんな選挙になるとは想定はしてなくて、体制も脆弱で、でそんなあの話が出た時に本当はすぐに遮らないといけないんだでしょうけれども、あのしばらく放置をして、それから対策を取る、それも非常に脆い体制の中でということで、まあ、そこが全く追いついてなくて、まあ、どんどん攻め込まれていったっていう感じなんですよね。で、まあ、立花さんの話は、まあ、あの何よりでも、まあ、個人的に思うのはやっぱりマスコミがきちんと対峙してほしかったというか、いろんな行動も含めてですね、あのでそれこそ、まあ、デマを言っていることも含めて、あの、ね、難しい部分はあるでしょうけれども、あの、まあ、対峙をすべきだっただろうし、まあ、みんなそういう意味では逃げ腰だったというところはあるんだろうな。で、僕らも防戦一方で、あの今から事務所にあのね、行って、そうそうそう、ガータイムするぞみたいなことで、全然、まあ、こちらも来るんだったら、その、あのね、威力業務妨害だとか、あの対処考えますみたいなことが表明するのがやっとで、まあ、あれですね、だから、あの、まあ、他に誰が介在できるのか、まあ、でも、奥谷さんのところ行ったときは、もうでも警察が動くだとかですね、なんか、やっぱり別の力が入らないと、きっと、まあ、ね、候補者陣営でも余裕がないし、もう自分たちのことで手いっぱいでというかね、まあまあ、変な話、やっぱりその向こうは慣れてますからね、そうですね、あの、その喧嘩に慣れてるというか、そうですね、おっしゃる通りね、その声も大きいし、はっきり言って怖いですよ、はい、来たらね、あの気持ち悪いというかね、そういうところはあると思うんですけど、まあ、あのなんとかね、あれにこう、やっぱりあの向こうもそのまともに言い返してこないと思って、好きなこと言ってる部分があると思いますんで、やっぱりこうガツンとね、言ったことに対しては反応するっていうね、そうですね、まあそれをどっかでやっぱり、いまだにこう好き放題やってるという雰囲気があるんで、ですから、まあ、あの、まあね、そのまあ事後的にもね、まだまだ全然あの話は終わってないというか、立花さんはね、実はあの、執行猶予持ちなんですよ、ですから、もう逮捕されたら終わりなんです、まあ、だからどっかでね、そのもうあのアラを探しまくって、やっぱりこう、まあ、相手が一番困ることをやるというのが、あの、まあ、いいんじゃないかなと、まあ、ある程度ゲームに付き合うというかね、そういう感じもあった方が良かったのかなという気はしてます、で、何やったかな、で、やっぱり、まあ、今更、まあ、それな、今更あれですけど、僕自身の感想ですけど、稲村さんがね、まあ、稲村さんでも陣営じゃないんですよね、はい、僕はもう、そう、あの丸尾さんが稲村さんを連れてきたと思ってたんです。ああ、そうね、それも誤解なんですね。ああ、そうなんですね、はい、だから、まあ、これは言ってもしょうがないんですけど、まあ、あの、まあ、話として聞いてください、稲村さんがね、やっぱり選挙と同時にね、いわゆる X を始めてるんですよね、これってやっぱりその選挙のためになんかやるっていうのが、やっぱちょっとその普段からね、そのツイッター X をね、まあ楽しんでる僕らからしたら違和感があったんです、まあ、マロさんなんかね、ずっとこうあの日常的にやっぱりツイッターをされてて、やっぱりそういう意味でも親近感ありますよ、もちろんね、今あのコメント欄ね、なんかえらいことになってますけど、まあまあまあ、ああいう反応も含めてね、
ある種羨ましいというか、うん、まあ、注目されてるんだなという感じでね、はい、まあ政治家として言いたいことがあるんだったら、はい、まあある程度こう、うん、まあ既存というかね、その自分でコントロールメディアができるメディアでやっぱり発言してほしかったなみたいな、はい、うん、選挙やるからっていきなり始めるっていうのにね、ちょっと違和感があったんですよね、うん、まあ、個人的なことなんで、もうどこまで言っていいのかわからないですけど、まあ、だ稲村さん自身はやはりあまり SNS が、あれですね、なんでしょう、生で対話をするというか、それこそ名前を出してきちんと自分の思いを伝えてっていう形式じゃないところにやっぱり若干違和感を持ってるみたいで、うん、まあ、まあそれがだから、まあ、対策が遅かったことだとか、はいはいはい、うん、そこに力が入って、十分な、ね、力が入ってなかったということにはつながったんだと思うんですね、まあ、ただね、政治を目指す立場として今も SNS というツールは欠かせないですし、そうですね、まさに今回、ね、その中でいろんな課題が山ほど浮き彫りになって、どうしていくのかっていうことを、まあ、考えないといけない時代ですから、またこのテーマもやっぱりきっと知事として、きちんと対処していかなければいけないかったことですからね、そこはもっとやっぱりですね、踏み込んで考えていかないといけないんだろうなというのと、あとなんかまたずれちゃうんですけど、まあ、ただ今回でもやっぱりさっき言ったように山ほどそのデマが流されてとかっていうようなこと、それもだずいぶん前から実は起こっててですね、でまあね、それがまあ、ひどいことも起こってるなとか思いながら、ただ一つ思ってるのは、これが今の社会の現在地なんだって、まあまあそういうことですね、ということを改めて思ったわけです、でだから、まあ、それはでも投げてても始まらないので、これからどう、まあ、作り直すのか、どうそのファクトチェックの仕組みを作るのかだとか、それはみんなと共有しながら新たなルール作りを、まあ、これまた新たな課題が見つかって、これからまたそれこそ僕らは次の世代にきちんとした社会残していきたいと思うんでね、まあ、そういう意味では今見えて良かった部分もあるんだろうなというふうに、まあまあ過渡期というかね、はいはい、成熟に至らない、はい、まあ、時期という感じも、はい、まあ、確かにするんですけれども、はい、はい、まあ、ちょっと不思議な時期の不思議なことという、うね、はい、感じはしましたよね、ただまだまだ SNS はこれからもっともっと増えていくでしょうからね、まあまあいろいろね、やっぱり新聞テレビもまあ徐々になんかね、見ていく、見る人も少なくなってて、それはそれできちんとしたその記者の取材とデスクでのチェックととかってて、まあダブルチェックがかかってますから、まあ一定それは誤報もあったりもするだろうけれども、一定、まあ、信頼も受ける部分もあるだろうし、SNS でもね、実際にこれは正しいことなんだろうなって思うこともたくさんあるけれども、一方でそのデマを流してもチェックする仕組みがないですから、そうです ね、やっぱりそこはきちんとなんか仕組みを作っていかないと、またほっとくと大変な社会になるし、もう今回のような、ね、選挙、もっともっといろんなことが起こる選挙になってしまうし、社会がそれこそ力のあるお金のある人たちでぐんと振り回されてしまうということになるでしょうから、まあね、はい、しっかり考えて、これみんなで考えていかないと動いていかないんで、まあ、ね、その機会にぜひ、ね、できたらいいですよね、ただそのまあ余計な話ですけど、そのX の場合はですね、まあ、そのイーロン・マスクっていう、まあ、すごい新自由主義者というか、はいはいはい、もうノーホーズになればなると、まあ、その混沌とした中でどうにでもなれみたいなね、はいはい、やっぱりそういう考えの方が今社長をやられているということで、やっぱりその前はね、ちょっとそのいろんなこう、まあ、チェック体制というか、まあ、デマに対してはある程度こう対処するようなね、はい、感覚があったと思うんですけど、うんうんうん、そういうのがでも全然ないという感じにはなってるんですよね。はいはい、ね、まあそういうのでちょっとね、まあいろいろ難しいことはあるんですけど、まあでもね、これが現実というか、そうなんですね、まあ、この現実の中で、はい、まあね、選挙で勝っていただかないといけないということなんで、一つだけね、はい、だからその仕組みとして、今回これ欲しいなと思ったんですけど、
まあ、山ほどデマ流されてるわけです、スキンヘアの、おねだりの捏造疑惑っていうのも、もともとそのアンケートで山ほどのアンケート、30通ほどアンケート出てますけど、ね、自分のアンケートもそうだし、30通ほどのアンケートで、県職員アンケートで、そんなことありましたって、たくさん書かれてて、ね、百条委員会で、職員が関与を証言しててとか、まあ、痕跡はいくつもありますから、僕がゼロからなんか捏造したんじゃなくてですね、疑惑を検証してる立場でってことですけど、まあそんなことまた疑惑、捏造だって言って山ほどいろんな人が言ってきて、で、ただ自分が言い返しても納得してくれへんのですね、いくら言っても納得してくれへんっていう、まあブログでは書きましたけど、で、これをそれこそなんか、例えば弁護士会でもいいですよね、第三者が、あるいは県の外郭団体がだとかが、こちらがこのことが事実かどうかっていうことを検証してもらえませんかというファクトチェックですね、個別ファクト認定みたいな形で、申請型のファクトチェック、でこれがそれは正しい情報です、あなたの情報は正しい情報ですって言って認定してもらえると、それはそれでちょっと全体として収まるかなということで、全体の大きく見渡した中のピンポイントで今取ってる、ファクトチェックと個別の申請型のファクトチェックと、ちょっとここは欲しいなと思ってますけどね、ただね、そうなると、権威による認定みたいな感じにはなってくると思うんですね、それに納得しないんですよね、そういう、僕がどうしても、難しい、でもね、一つのこう、過渡期としては、基準点みたいな感じで、まさに混沌としますからね、いろんな人がいろんなことを言う中で、すごい軸が取れるっていう、確かにそういうのは。指揮者がちゃんとそれなりに認定するっていうのはあってもいいかもしれないですね、確かに。ただ行政が関与すると、関与しすぎると、それは行政の都合のいいように動かされていく可能性があるんで、それはだから、ね、さっきの弁護士会だとか、ちょっと民間の力借りながらかなと思いますけどね。なるほど、はい、わかりました。分かったかな。そうですね、あとちょっとね、これも私の、常々ちょっと言ってることなんです。アナーキストとして選挙批判っていうのがありまして、そういう中でね、この、首長選挙、いわゆるその、一人の首長を選ぶ、市長選とか、今回の知事選とか、そういうことにおいてですね、今の投票方式ですね、単純非異常方式とか言って、言うんですけれども、一票しかないってやつ。一票しか入れなくて、それが、もし自分が入れた人間が当選しなかったら、もう完全に死に票になるっていうことなんですよね。で、もちろんその、今回もそうですけど、今回の、斉藤さんのあれでもそうですけど、過半数取らなくても当選するという、ことが起きてしまうんですよね。ですからやっぱりボルダー方式っていう、投票にウェイトをつけるような、例えば1位に3点、はい、2位に2点、はい、3位に1点みたいな、プロ野球の MVP を決めるような、時のああいう方式の投票の方が、選挙戦自体ももうちょっとね、穏便になって、こういうその憎しみをとにかくぶつけ合うと、相手をけなしてけなしてけなしてけなせば自分は当選するんだみたいな、こういう世界観からね、ちょっとこう逃れることができるんじゃないかなっていう気がします。もちろんね、そのボルダー方式にはね、ボルダー方式の問題があるとは言われてるんですが、今のね、単純非異常式っていうのがもうあまりにも最悪いう感覚があって、これなかなかね、僕ぐらいしか言ってないんですよ。僕ぐらいっていうこともない、言ってはる人は他にもいるんですけど、なかなか聞かない話なんですけど、やっぱりちょっとね、もうちょっと選挙自体をね、リッチにするというか、楽しいものにするという考えでもいいかもしれない。でもっとコストをかけてもいいと思う。そういう感じでね、もう少しこうリッチなコンテンツというか、合理性があるような方式になればいいなと、
私は思ってます。はい、ね、そうだったかな、はい、市会議員の時にそのドイツに行ったことあるんですよ、はい、フライブルク市っていうところで、でそこで行った時に、いや今も同じ方式かどうかわからないんですが、地方議員の選挙が、例えばだから20人あの市会議員がいますって言ったら20票票を持てるんですって。だから A さんには先ほど言われた通りですね、A さんに5票、B さんには3票、C さんには1票だとかっていうようなことで、あのそういう投票方式ができてということで、そうやってあのでもあれよね、あのかん、まあ、そういう意味ではもちろんだが、今の日本の制度よりもよっぽど民意は反映される制度なんだろうなというふうにも言いますね。連携制ってやつですね、確か、はい、連携制っていうんですかね。でまあそれはだから民主主義ですから、その意思の表し方っていうのはいろいろ模索して動かしていけばいいし、多少お金がかかってもよりそれが民意が反映されるんだったら、そういうふうに思考的にでも、変えていったらいいと思いますね。で、まあ、ただ今回の選挙はあれですね、まあ、首長もそういう形っていうのはよりいいのかもしれないですけど、また別の、ね、論点で、その1対2の選挙だとか1対10の選挙だとかになるような話に今回、ね、なってしまいましたよね。で今回はだから立花さんが百条委員会の委員と県民局長を批判をして、で斉藤さんは自分の政策を粛々と述べると、一切人の批判をしないというね、はい、役割分担がそれはどこまであれ、調整はできてないかも、結果としてそういうふうなことになったかもしれないけれども、まあ、そういう意味ではだからまあ、でも外形的には2対1の選挙でした。で、ね、で最初はでもそう10人立てるとかって言ってましたから、そうです、ね、斉藤さんの応援団を10人立てるとかって言っても、はい、こんなでも選挙はありえへんですよね。だからもう、それはお金がある人が圧倒的に有利な選挙になりますから、そこはやっぱりきちんと、まあ、選管なり総務省なり、こういう形は認められないということで、厳しくやっぱり今回の選挙結果も踏まえてあれですね、対応すべきだと思うんですね、まあそうですね。だからそういうのも、まあそのボルダー方式だと多少その防ぐことができるかもしれないという感じもしますし、あとですね、まあこれは分かんないですよ、僕もちょっと他の、失敗小僧さんっていう、YouTuber の方がおられて、その方が言ってたんですけど、あれなんか僕が言ってたんですよ、その方が言ってたんですけど、10人出すって言ったんですよね、立花さん。あ、そうですね、はい、ほんでその看板用意しましたよね、はい、その急遽、それに関してその損害賠償請求できるんじゃないかみたいな、そこはだからどうなんでしょうね。まあね、選管にきちんとだから10人出すというふうに言い切ってた場合にあり得るかもしれませんけど、まあ選管なんかはその周辺情報を集めながら立花さんがそう言ってたから慌てて用意したっていうこともあるかもしれないので、ちょっと、はい、その辺の、まあ、きちんとした事実関係は、ね、はい、確認する必要があります、ね、まあそうですね、まあ、そういう話もありましたということなんです、はい、ということですね、はい。まあ、私から聞きたいことはね、まあ、大体これぐらいということなんですけれども、はいはい、なんか最後に、そうですね、はい、残したもんですかね、まあ、もう愚痴の範囲ですかね、まあ、もう話の中に出てきましたけどね、多分だから今回の選挙もさっき言っていただいた通りで、なんか百条委員会がとか、あるいは僕らがなんかその全体の今回の、まあ、斉藤さん失墜からいろんなことを企てて、でこういう状況になってで、まあ、結果としてまあ斉藤さんが勝って、今その百条委員会のメンバーもそうですけど、まあ、非常に多くの人からバッシングを受けている状況ですね。でそれぞれのその時々の、行動として、もちろん斉藤さんに厳しく、まあ、追及する時もあったけれども、別にそんな彼を蹴落としてだとか失墜させてなんて当初からそんなことを考えてたわけでもなくて、粛々と仕事をしてきたつもりで、でその中で、まあ、頑張ってた百条の委員の人たちが、特にその奥谷委員長だとか竹内さんだとかも含めてですけど、最もその悪役にされちゃって、まあ、今も叩かれて、竹内さんはもう結果として辞めちゃったということもありますね。あれもちょっと気の毒でしたね。いや本当にでも非常に残念でですね、
まさにでも議会の中の良識派ですよ、と全体で見た時に、でそれは議会のやっぱり損失だし、だそこはもう少し冷静に見ていただいてですね、で、まあ、これからの、まあ、仕事ぶりも見ていただいて、逆にその、まあ、斉藤派だからだとか、反斉藤派だからということじゃなくて、その件をそれこそよくね、していくためにということで、そこはまさに一緒に政策議論をしていけたらいいと思ってますし、ぜひ、まあ、そんなところで力を合わせていきたいなと思ってます。はい、わかりました。まあね、なんかね、バッシング多いように見えますけど、まあ一部熱心な、まあ、少数の熱心な人が、いるというふうにやっぱり捉えないと、ちょっとね、見誤るんじゃないかなと思うんですよね。ですから、まあ、大多数というか、まあ、それは斉藤さんがね、選挙で勝ったっていう現実があるんで、ちょっとあれですけれども、まあまあ、思ったほどは多くないと思います。僕も見ててね、でも当事者としてはね、すごい言われてるなっていうそのプレッシャーがね、あるようには、それはね、私も思うんですけど、でも実際にはね、まあまあまあ、熱心な人がいると、いう感じだと思いますんでね、粛々と、まあ、自分も仕事をしていくと、ね、それを見せていくということで、はい、ありがとうございます。はい、少し、まあ、ちょっとでもね、これで皆さんにお分かりいただけたらなということで、ですよね。ね、そういう意味では、いろんな対話の機会を僕も持っていきたいと思いますし、ぜひ話をしてね、進めていきたいと思います。丸尾さん、言い方なんで、はい、僕みたいな方のね、お話も聞いていただいて、ありがとうございます。今日はちょっとお忙しい中、どうもいろいろありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。失礼いたします。失礼いたします。